旭川市の川口和人被告は。一昨年。自宅にビビ弾を投げ込んだ子供を叱ったとして。事実確認のため訪れた夫婦をナイフで刺し。夫を殺害したほか。妻を殺害しようとしたとして。殺人などの罪に問われています。旭川地裁は去年懲役25年の実刑判決を言い渡し。被告側が控訴していました。今日開かれた控訴審の初公判で。川口被告は。 被害者や遺族に対し大切な命を奪い本当に申し訳ございませんでしたと初めて謝罪しました検察側は本当に申し訳ないと思うなら謝罪の気持ちを表すことを考えなかったのかとこれまで関係者に謝罪がなかったことを指摘しました裁判は即日決心し判決は来月二十八日に言い渡されます